道の駅聖和文楽遊は、熊本県上間式郡山都町にある国道218号の道の駅である。中心的な施設の聖和文楽館は、地元に伝わる文楽の紹介をする博物館と文楽を上演する舞台からなっている。また、当施設内の建築物は、熊本アートポリスに関連しており、特徴的な建物が立ち並んでいる。 清和文楽館客席天井清和郷土料理館公衆トイレ清和文楽館清和文楽館は地元に伝わる文楽を展示し上演を行う施設道の駅清和文楽湯の中心的な施設で熊本アートポリス参加プロジェクト熊本県の重要無形文化財に指定されている清和文楽が鑑賞できる施設として計画されたそれまでは 宝能文楽として上演されていたが、常設施設の建設により、観光資源化が図られた。文楽館は1992年に開館、物産館は1994年に完成した。聖は文楽とは、熊本県上益城郡山都町に伝わる人形浄瑠璃。江戸時代後期の開営年間に、巡業で訪れた阿波、淡路の人形一座より、村人が人形を譲り受け、 操り方を習ったのが、誇りとされている。明治末期に一時衰退したが、昭和に入り復活、昭和29年保存会が結成された。昭和54年、熊本県重要無形文化財の指定を受ける。ありがとうございます。